あいて、いて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 、いや、で、取れない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 。ええー、やばい。よし、人権獲得。よし、武器獲得。今年の2月頭から急に発表され急にリリースされたリスポーンエンターテインメントの新作エーペックスレジェンズ、かの傑作タイタンフォールシリーズのスピンオフ作品で、60人20チームの中でトップを目指すバトルロイヤル FPS です。プレイヤーはレジェンドと呼ばれる特徴ある能力を駆使する選手となり、各々の能力を駆使して頂点を目指します。他のバトルロイヤルゲームと比べて非常に展開が早いものの、それに適応できるインターフェース構成やシステムが確立されており、後発作品にふさわしいユーザビリティと個性的なルールが用意されております。 PC でのプラットフォームはオリジン、その他 PS4 と Xbox に対応しており、リリースから数日で1000万ユーザー、アクティブ100万ユーザーを突破した期待の新作です。いつも BR ゲームは PUBG をプレイしていますが、残念ながらこれまでの戦績から見て勝率は 1% 未満。そもそも最後の一人になるのが勝利なので難しいのは当然ですが、これがチーム戦かつ特殊能力を持つ選手となれば話は変わるのかもしれません。すでに100ゲームほどプレイしていますが、 PUBG と比べてゲーム開始から終了までの間の爽快感が段違い。技量問わず FPS 特有の打ち合いを体験させてくれるのはセールスポイントとしては非常に重要です。ほら、PUBG とか戦う前に即死するでしょ、大体。ではどういったゲームプレイなのか、超アドリブモードで実況プレイっぽくお見せいたしましょう。まあそれはアドリブに決まってるわな。 VR チャットと同時起動して全力出せんし。さあ、まず最初はレジェンドを選択いたしましょう。お、1番目だ。いくぞ、戦う衛星兵ライフライン、俺だ。前線の石膏兵パスファインダー、ホログラフの現実師ミラージュおじさん。本日のチームはこの3名でお送りいたします。 Y がライフラインや。ん？チャンピオンを倒すとボーナス獲得です。3番目に選んだ人が、効果地点を、選択することができます、つまりあれですね、ジャンプリーダーってやつですね。残りの2人はついていくことになります。あ？お？ホットゾーンじゃん。どう？この積極性すごく大事。任せろ、絶対生き残ってやる。このね、どんなゲーム、どんなPUBGでもフォートナイトでも序盤のファーミングでね、突然負けるっていうのはよくある話ですからね。なんだこいつ！あっ！あいて、いて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 、いや、で、取れない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 、ああやばい！よし、人権獲得。よし、武器獲得。ちょっと待った。オッケーオッケー。オッケー、あ、いる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 、出て出て。あ、出て出て。出て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 。あ、あ、あ、助けて助けて。助けて、ヘルプヘルプ。はぁ、仲間がいると助かりますね。近い、深い。オッケー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 。オッケー、よくもやってくれたな、ぶっ殺してやる。はい、 KIA やるじゃない。よし、生き残ったな、これで。あとこのゲームのいいところって、ラウンドごと その制限時間が長いんですよね。なのでゆっくりと頭を使って考えながらどこに行くのかっていうのを選択できます。うん、イージープライン。
こうやってね、レジェンドごとに特殊能力がたくさんあります。いくつかありますからね。来たぜ、ウィングマン。このゲームなぜかね、リボルバーがクソ強いもんで、ね、ではウルトが溜まったんでエアパッケージを落としましょう。サイトはウィングマンにしてるか。うわー、レベル3アーマー来た。あ、いや、これ、あ、必要だな、持っておくか。この後ね、もっといい武器のために必要ですから。またいいジップライン。さて、また溜まったんでね、落としましょう。いる、ブラッドハウンドいる。見つけてくれた、ナイス。手榴弾を投げろ。あ、オッケー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 、やるじゃない、ナイス。味方強いな。あ、まだいる、まだいる、まだいるぞ。おお、戦ってる戦ってる戦ってる。待ってくれ待ってくれ、おい待ってくれ。あ、そのデコイの使い方うまい。かかってないけど。あーあーあーあああ、いる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 。紫アーマー、あ、ダウンした。あー、絶対殺すマンだ。なんてことをしやがったんだ、ぶっ殺してやる。オッケー。あ、やばい、おじさんが、おじさんが、なんてことしやがる。あー、おじさん、おじさん、おじさん。よし、あい、これあれですね、3チームか4チームぐらいいない。だ、どうしよう、むやみに起こして狙われたらたまらんな。ちょっとローン置いて、ちょっと回復して、今だ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 、よし、オッケー。あとは死んだパスファインダーを助けに行く。ほらー、あと30秒。うおー、遺体を回収する。オッケー。やばい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 、見つかってる見つかってる見つかってる。なんてことしやがる。1ゲージは削った、1ゲージ分は削ったな。スモーク耐えてる。あ、やっぱり、ああ、さっきのブラッドハウンドだ。さっきのじゃない、別のブラッドハウンドか。アンチが来る、アンチが来る、撃ってる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 。俺が突っ込む。今逃げる。今だー、逃げるぞ。痛い、熱い熱い。よし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 、オッケー、分かってる。パスファインダーを蘇生させよう。やっべ、いる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 、いる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 。こ
倒さないと後ろ疲れるから。こっちにもいる。オッケー。あと一人。オッケー。よーし。オッケー。お、R301 じゃん。いいね。いい武器だ。これがあれば百人力よ。結局先ほどのリスポーンビーコンで復活するのはちょっとやばいんで、ちょっと離れたところにあるビーコンを使うことにしました。ラッキーだね。この鬼を呼んでアンチにビーコンが2つあるっていうのは最強じゃね。さあこれで、はい、パスファインダー復活でございます。やったぜ。あ、ファーミングだ。よし、よく生き残った。さあ過激な苛烈な戦いが始まるぞ。あー、地に待って。うっ、おる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 、いる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 。よし、司令弾くらい。あっ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 、にゃろにゃろ。よし、釣り用ワンの力を見たか。あやや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 やわかんねえな、近づいた方がいいわ。あ、やべえやべえ、近づいた方がいい。あ、いたいたいた。あらあらあら、ちょっと消した。70までいった、70までいった。シールドは削ったが、隠れた。あ、下にいる、下にいる、下にいる。お、強い強い。あー、絶対殺すマンやってる、絶対殺すマンやってる。後ろから撃たれてんじゃねえかよ。あかんねあかんねライフライン強え。俺もだけど、俺もライフラインだけど、やべえ。あかんねちょっと待って、ちょっと待って、俺がどうにかする、俺がどうにかする、俺がどうにかする。当たんねえ、当たんねえ。いっていっていって、あー危ねえ。あー、オッケー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 、よくやった。ナイスワーク。やべ、アンチ来る。やーやー、逃げろー逃げろー。アイテムなんて漁ってらんねえ。あっあっあーあー、撃ってくんじゃねえ、撃ってくんじゃねえ。やだよ。70いった、70いった。やべえな、ちょっと隠れないと。やろ、これで3チームの居場所分かったな。2チームか、2チームの居場所分かった。オッケーオッケーオッケー。当たんねえな、やっぱりさすがに1倍じゃ無理か。あのお互いのチームがもう戦ってるから任せるか、やり合ってもらおう。おお、びっくりした。いいぞ、戦え、もっと戦え。
ロシアへ。あいや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 、始まってる始まってる始まってる。おーいおーい、待ってくれ、おーい待ってくれ待ってくれ。戦ってんな、あれ当たんねんてんな。一発だけ当たった。あれでエッジが戦った。おー、ロックダウンした。お、倒すことになってる。あー、おるやん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 。おっと、アシストになった。オッケー。おっと、ワイガリキルリーダーや。あと一人かな。よし、あぶり出した、あぶり出した。行こう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 。いた、いたいたいた、いる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 。俺が前に出る。オッケー。大勝利である。イエーイ。大勝利でございます。いやー、味方が強かった。素晴らしい。うん、あるじゃないよ。とまあこんな感じで、20分程度で終わるバトルロイヤルゲームになっております。3人1組でプレイする以上、必ずしや必ずなんか何かしらのプレイングを行うことができると思われます。個人的にはかなりおすすめです。パブジーでドンカツを取ることができなかったという方もね、もしかするとエーペックスだったらうまくいくかもしれない。ぜひとも、ね、プレステ4でもできますから、チャレンジしてみるとかもしれません。いやー、こんなにうまくいくとは思わなかった。しかもさ、蘇生までして、で、俺が5キルして、よだめ1000超えて、こんなに完璧な映像ある？あんまないよ。キルを取りすぎないし、いくらかね、適切な取り方もできてるしね。やるね、俺。もう映像終わっちゃったけどさ。あー、すごい。なんだろう。安息になる映像が撮れちゃいましたね。